スタッフが慎重に取り出しているのは、JR 松山駅周辺の新デザインを表現した模型。今日、松山市役所で開かれた専門家などの会議で、駅西口のデザイン案などが初めて公開されました。案では、西口にタクシーなどが乗り入れるロータリーを設け、歩行者の動線に沿うようにカーブを描いた屋根を採用しています。また、駅前広場には、樹木とベンチの集まりというものの雰囲気を表す模型にしております。愛媛県にはいろんな歴史がございますので、そうした歴史を物語るコーナーとか場所を作っていけたらな。コンセプトは地域のミュージアムとなる駅町空間。市民や観光客の憩いのスペースとしてベンチには姫杉や大島石など愛媛にゆかりのある素材を取り入れていくということです。またバリアフリーに対応した足湯なども整備し、駅やバスタの利用者や市民に観光や健康増進の場として提供することなどが提案されました。委員からは、鉄道を利用しない人もイベントなどで集まれるよう、経済的なにぎわいを生み出すスペースも欲しいなどの意見が出ていました。市は西口の駅前広場について、今日出た意見などを踏まえて今後最終決定し、2025年度に工事を始める予定です。